川俣町産業団地をご紹介します。福島県北部の阿武隈山系の丘陵地帯に位置し、里山と清流に囲まれた自然豊かな川俣町。アクセスはご覧のようになっております。皆さんこんにちは、川俣町長の藤原一司です。川俣町は浜通りなど15市町村の中でも福島県の中通り北部に位置しており、県と福島市車で30分、南相馬市30分という立地にございます。また東北自動車道松川スマートインターチェンジまで約30分、全線開通した東北中央自動車道相馬福島道路の両前インターチェンジも約20分とアクセスも良好となっております。東町は江戸から昭和初期まで我が国の近代化を支えた絹織物で栄え、今も残る川俣シルクの品質は世界にも認められております。現在東町の主要産業は輸送機器関連産業や電子部品関連産業へ移り変わっておりますが、これまで培ってきたものづくりの精神は脈々と受け継がれております。震災前からの日企業に加え、震災後に東町へ進出した農業や繊維産業も営む企業は、それぞれの分野で最先端の事業を行うなど、福島イノベーションコースト構想の実現に貢献をしており、新たな技術革新にも挑戦しています。ぜひ川俣町へお越しください。続いて現在募集している産業団地をご紹介します。川俣町の進出メリットをご紹介します。12市町村ならではのイノベ税制による優遇制度や企業立地補助金による支援に加え、町独自の企業立地支援補助金もご用意しております。また本町は近隣の福島市、伊達市、二本松市なども十分通勤圏内であり、近隣市町村を含めた広い範囲での求人も十分可能となっています。実際に昼間の流入人口が約1900人あるというデータもあります。町独自の企業立地支援補助金に加え、本町へ定住される方に対しては引っ越しにかかる費用の一部や住宅の取得にかかる費用の一部を補助する制度などを準備しております。この仕組みは事業所の皆さんが人材を確保する際にも十分なアピールポイントになるものと考えています。最後までご覧いただきありがとうございました。お問い合わせはこちらまで。オープンザネクスト福島。